中国で子供のマイコプラズマ肺炎などが急増し、 WHO は情報提供を求めています。北京市内の小児科専門病院の様子です。中国では9月以降、マイコプラズマ肺炎などの子どもの呼吸器疾患が急増し、小児科病院の混雑が続いています。中国メディアはコロナ禍の3年間を通じ免疫が落ちていることが学校などでの集団感染を引き起こした原因ではないかとしています。 WHO 世界保健機関は22日、子どもの呼吸器疾患に関するさらなる情報提供を中国に求めました。